スマートループ対応カーナビ学ナビアビッチャ RZ03 スマートループとは日本の AV 機器メーカーパイオニアの提供するプローブ型渋滞情報サービスであるユーザーから収集されたデータで構築されているスマートループは2006年にサービス開始されたそして2007年にカロッツェリアサイバーナビに初採用され翌年2008年に楽ナビシリーズでのサービスを 開始した。ユーザーのナビから収集した走行データにより、ほぼ全道路の渋滞情報をカバーし、ユーザーに提供するサービスである。専用の通信機器で、カーナビゲーションシステムが情報を受信し表示する。また、2013年から、スマートループアイという特定地点の画像を共有し、情報を把握できるサービスも開始している。また、パイオニアだけでなく、 メーカーーカの車載機でででもサービスが利用用可能であり、オプションなどで用意されている。また、ドコモとの提携で、ドコモドライブネットというナビゲーションアプリの渋滞情報を有料で提供している。スマートループアイとは、日本の AV 機器、メーカーパイオニアが2013年に開始した画像共有サービスである。スマートループの姉妹サービス。 使用可能機種はサイバーナビの一部機種のみ。2013年にパイオニアによってサービス開始されたスマートループの姉妹サービス。通行量、利用頻度、渋滞頻度などの多い地点の画像を利用者間で共有するもの。サイバーナビのみの使用可能。全国のスマートループアイスポットで取得された他のユーザーからの画像を確認することで現地の混雑。 渋滞状況をお目で見ることができる。スポット情報はナビで取得可能。スポットは全国に約5000カ所。サービス名、車載記名で表記する。パイオニアがスマートループで目指す渋滞ゼロの世界、データサイエンティストに聞くを参照。2016年12月16日閲覧。スタパサイトのドコモドライブネット使用レポートを参照。 例えば、スマートループでは渋滞と表示されている場合であっても、実際には、一方の車線だけ渋滞しもう片方の車線は流れているといった、これまでの渋滞、混雑、順調では伝わりづらい、道路状況を共有することができる。カロッツェリアサイバーナビインタビュー、スマートループアイで、交通環境の変化を画像で見える化したレスポンスを参照。ありがとうございます。